Reiko-san, ここを出るの? 残るの? あんたが余計なこと言うんじゃないよ! 出るんだったらできるだけ早い方がいいわね。 誤解しないでね。 私たちの勝負を捨ててと頼んでるんじゃないのよ。 私だって覚悟はできているわ。 深夜さんのことは プロテストの日に行うあなたとの勝負で決着をつけるつもりよ。 そのこととは別に、 レイコさんは早くここを出た方がいいわ。 京子のことだね。 京子さんは恐ろしい人よ。 丸本家では悪魔の子と言われていたわ。 悪魔の子? 彩子さん、 京子はどうして悪魔の子と呼ばれるようになったの? レイコさん、 あなたは私の憎うべきライバルよ。 本当ならあなたが困れば困るほど 私にとっては好都合だわ。 でも相手が京子さんではそんなこと言ってられないの。 あの人何をするかわからないわ。 恐ろしいこと平気でする人ですもの。 彩、 私のことで何か余計なことを言おうとしてるね。 おいで。 私のことで余計なこと話すんじゃないよ。 玲子にこっから逃げ出されちゃ困るんだ。 ここを出るのはお前だよ。 お前が出ればいいじゃないか。 乱暴するのをやめて。 やめないね。 私はお前にも用意しないと言ったはずだよ。 何回私のことを喋ろうもんなら、 お前のこの顔をナイフで切り裂いてやるからな。 やめな! レディースブラックの大崎サイコだね。 私に手出すんじゃないよ。 この野郎! サイコさんやめて! 京子さん、 ここはプロゴルファーを目指す女性のための学校よ。 戦うならゴルフで戦うべきよ。 ご大層なこと言うじゃないか。 お前はここを逃げ出すつもりだろ? それで北斗七星会の会長だったなんて信じられないね。 こんな弱虫が。 どうなんだい、レイコ。 逃げるもんですか? 私はここにとどまって、あなたとゴルフで決着をつけるわ。サイコ、アヤコさん、あなたたちとも。ああ。神よ。 父の祈りの中、九死に一生を得てこの世に生を受けたレイコ。祈ること書いてレイコ。今、レイコは神に何を祈るか。 Oh.
どうぞ。失礼します。早く。うん。それでは。は。木村君、野上社長追放の一件だがね、根回しは順調に進んどるかね。はい、9割方は抑えたつもりですが、あとの1割は数日中にも。数日中じゃ困るんだよ君。は。社長派の重役を今日中にでも強引に説得したまえ。はい。野上君にはね、新しい商品を製造する力もない、新しい市場を開拓する能力もないんだよ。第一、野上君が社長でいる限り、我が丸本物産は取引を再開するつもりは毛頭ないと。そう言って説得したもんよ。わかりました。木村君、野上君の後継者は君だよ。君が社長になれば、私はすぐにでも取引を再開するわね。はい、ありがとうございます。ご無沙汰しております。こちらこそ。お呼び立てしてごめんなさいね。いいえ。コーヒーを。何か私に。あまり耳に入れたいことではないんだけど、友達のあなたに黙ってるのもなんだと思って。何でしょうか。静子さん、あなたのご主人、近い将来社長の座を追われるかもしれないわ。主人が。会社のことはよくわからないんだけど、私も噂を耳にしたんで、賢三に力を貸してやってほしいって頼んだのよ。そしたら、信也君が綾子の婿になる男ならともかく、今の野上君に力を貸す筋合いはないと断られてしまって。信也さんさえ綾子のもとに戻ってくれさえすれば、賢三だって喜んで野上さんに手を差し伸べると思うのよ。あなただって扶桑工業の社長夫人でいつまでもいられるんだし。私はどうなってもいいんです。深夜さえ幸せになってくれれば。静子さん、深夜さんの幸せを本当に願ってるのなら、真剣に深夜さんの将来考えてあげたらどうなの。今のままで人殺しの娘と行動を共にすることで、深夜さんの将来はあるのかしら。綾子、今も真剣に深夜さんを愛してるの。レイコから深夜さんを取り戻すために今プロゴルファーの養成所に入って、私、深夜さんは一時の気の迷いで彩子を忘れてるんだと思うの。わかりましたわ。私、主人にはもう絶望してますの。扶桑工業が倒産しようと、社長の座を追われようと構いません。でも深夜のことを思うと、私いても立ってもいられない。あなたがそうおっしゃってくださるなら、私もう一度やってみます。そうよ。それが一番よ。深夜は母親思いの子です。私が死ぬ気で説得すれば、あの子はきっと。お願いしますわよ。150ヤードの標識を見ててごらん。レイコ、あれがお前の胸の傷跡さ。
私の打球がいつもお前を狙ってることを肝に銘じておくんだね。くれたのね。レイコ、話を聞こうじゃないか。私のお父さんのことなんだ。やめな、その話なら聞きたくないね。聞いて、どうしても聞いてほしいのよ。3年前、私の父上島雄平がプレー中にあなたのお父さんを殺したという事件があったわ。それは真実じゃないわ。あなたのお父さんを殺したのは私の父じゃない。父は無実なのよ。そればかりじゃないわ。父は自殺したということになってるけど、自殺なんかじゃない。誰かに無実の罪を着せられて殺されたのよ。子供じみた弁解はやめるんだ。私が父の死を知らされたのは少年刑務所の中だったよ。私の父はね、この世で私を愛してくれたたった一人の肉親さ。彩子や彩子の母親もいるけれど、あいつら肉親なんかじゃない、泥棒猫さ。私は少年刑務所を脱獄して犯人を殺してやろうと思ってた。ところが上島雄平は自殺。私の怒りと悲しみは一体どこにぶつけたらよかったんだい。何をする気力もなくなり、私は生きる屍同然になっちまった。そんな時だよ、証券に入ってきた新入りにお前の噂を聞いたのは。上島雄平の娘が神奈川県最大の飛行グループの会長になって暴れまくっている。血が燃えたよ。お前を叩きのめすことで父の恨みが晴らせるんだ。そう決めた時から私は正形の模範囚さ。お前を倒した一年で古武道を知る教官から血がにじむような特訓も受けた。京子さん、私にはあなたに話したいことが山ほどあるの。お願い、私の話にとことん付き合って。話はこれまでだよ。お前と私はどこまで行っても平行線さ。交わる時はたった一つ、私のボールがお前の胸を打ち砕く時さ。京子さん、彩子出ておいで。丸本財閥のお嬢様がそんなところで盗み聞きかい。この泥棒猫、レイコ、私にやられたくなかったらいつでも私の胸を狙っておいで。養成所でのゴルフの特訓はどうだい。君のことだ、めきめき腕を上げていると思うけど。お帰りなさい。静子は銀座に買い物に行ってます。そうか。お疲
れのようですね。八方塞がりの状況だからね。丸本物産の取引が全面中止になってしまったので、なんとか新しい市場を開拓しようといろんな人に会っているんだが、どうにもならん。至る所に丸本社長の圧力がかかっているんだ。正直言ってお父さん、今最大の窮地に立たされている。役員たちの間からも私の責任を追及する声が出始めているんだ。深夜、決心をつけてくれんか。私のためばかりではない、お母さんのためにもだ。最悪の場合、私は覚悟ができているからいい。しかしお母さんをいつまでもあんな状態にしておくわけにはいかんだろう。お前が彩子さんと結婚してくれれば全ては解決するんだ。深夜、お前は野上家の一人息子なんだ。お父さんやお母さんがこんなに困っているのに助けてくれようとはしないのか。頼むよ深夜、よく考えてくれ。野上家を今救えるのはお前だけなんだ。深夜、この通りだ。父さん、よしてください。僕が彩子さんと結婚して何が変わるっていいんですか。それはしばらくの間、父さんの会社は安泰かもしれない。しかし父さん、それでいいんですか。これから先、一生丸本社長の鼻息を伺って生きていかなくちゃならない。そこまでして社長を続けたいですか。バカ者、私は私なりに今の仕事に人生をかけてるんだ。学罰も刑罰もないこの私が社長になるためにどんな審査をなめてきたか、お前には分からんのか。私は私なりに自分の夢を叶えてきた。その夢が今崩れようとしてるんだぞ。それもこれもお前が引き起こした馬鹿げたことのためにだ。お前が私のために何かをした当たり前だろう。そうですか、それが父さんの本音ですね。結局父さんは自分のことだけ考えてるんだ。母さんやトルのことは何一つ考えてないんですよ。そんなことはない。お前が彩子さんと結婚してくれれば、トルは私の子供と認めてこの家に入れるつもりだ。父さんは卑怯だ。トルを僕の結婚の駆け引きに使うなんて最低です。何？お前には男が社会の中で生きていく本当の意味が分かっておらんの。深夜、男にはな、誠実さを投げ捨ててでも勝たなきゃならん時があるんだ。僕は決してそうは思いませんよ。人間としての誠実さを貫き通すことができるなら負けだっていい。いや、勝ち負けなんてどうだっていいんです。深夜、お前はどうあってもお父さんのために力を貸してくれようとはしないのか。父さん、僕が彩子さんと結婚してもこの野上家を救ったことにはなりませんよ。それより母さんや徹のことを真剣に考えてください。深夜を説得してくれ。分かってます、私もそのつもりです。やってくれるか。あなたのためでは決してないわ。私は深夜のためにやるんです。その結果、あなたが社長でいられたとしても、私はあなたと別れます。あなたはこの家で徹と一緒に住めばいいわ。32番、レッド。トール、だいぶ負けが込んでいるようだな。こんなものすぐに取り戻しますよ。
20番ブラック。焦りすぎだよ、トール。玲子のことを忘れようと悶々とするからこの有様だ。玲子のことなんて考えてませんよ。嘘つけ。お前の胸の中は玲子のことでいっぱいなはずだ。いいか、トール。お前と玲子は赤の他人なんだ。誰に遠慮はいるもんか。玲子を深夜から奪うんだよ。自分の女にするんだ、トール。まあ、今は気が済むまで遊ぶんだな。どう。兄さん、京子に関する報告がなかったけど。どうなってるの。京子なら玲子がいるプロゴルファー養成所にぶち込んでおいた。そんな大事なことをどうして旦那に伏せといたの。あそこにはお嬢さんも入校してるしな。京子を入れるとなると旦那もきっと反対すると思ってな。兄さん、旦那を裏切るかい。私たち兄弟が旦那からどんな恩義を受けたか忘れたわけじゃないだろうね。忘れちゃいねえよ。まあ話は最後まで聞きな。トールじゃねえか。なんか用か。兄貴、なんでもねえ。トールは今ギャンブルに飽きたんで銭を俺に返しに来た。そうだよな、トール。野暮はよしな。女を口説くにも銭はいるぜ。トール、玲子に会ってこい。分かったな、トール。深夜から玲子を奪ってこい。トールが玲子を奪ってくれりゃ私たちにとっても大変好都合ってわけだね。旦那に報告しとくよ。京子のことはもうしばらく伏せておくよ。母さん、ダメじゃないか。昼間からお酒なんか飲んじゃ。ごめんね。でもこうでもしなきゃいられないのよ。わかるけど、それじゃ心がボロボロになってしまうよ。母さん、何か他のことをして気を紛らわしたら、母さんの好きなお花をやるとかお茶を立てるとか。そうね、明日からそうするわ。でも今日は深夜、お母さん富士山が見たい。連れてって。そうすれば明日からお茶でもお花でもやるわ。分かったよ。ドライブに行こう、母さん。ありがとう、深夜。行く先は御殿場がいいわ。分かった。玲子、俺はお前が好きだ。玲子。
レイコ。母さん、本当に富士山を見るだけですか？本当のこと言うわ。私は星雲養成所へ行きたいのよ。どうして？レイコや彩子さんに会いたいのよ。二人に会ってどうするんです？二人をもう一度見てみたいのよ。どっちが深夜のお嫁さんにふさわしいか。母さん、母さん、他に何か考えてるんじゃないんですか？お母さんを信用できないの？それは信じてるよ、もちろん。じゃあ行くのよ。さあ車を出して。挑戦する。プロゴルファーには強靭な肉体と精神力が不可欠だ。20キロマラソンで音を上げるようではプロゴルファーになる資格はない。いいか？はい。よし、スタートするぞ。よい。役所を盗もうなんて、レイコ、お前も泥棒猫だよ。図星を刺されて返事ができないようだね。深夜ってそんなにいい男かね。男一人を泥棒猫2匹を奪い合う、とても人間のやることじゃないね。浅ましいよ。私は深夜さんを真剣に愛してるの。レイコさんだってそうなの。だから私たち、最初にプロゴルファーになった方が深夜さんと結ばれるって賭けをしたの。やるとかやらないとかそんな問題じゃないわ。それで一生懸命青春してるってわけだ。だけど玲子も彩子も深夜のことを諦めるんだ。そんなことこんな私が許しやしないんだ。二人ともボロボロにしてやる。私の悔しさを骨の髄まで分からせてやるからね。母さん、レイちゃんに何もしないと誓ってください。深夜はお母さんのこと本当に大事に思ってくれてる？もちろんだよ。母さん、母さんは僕にとってたった一人の人だ。じゃあお母さんの言うことなら何でも聞いてくれるわね。深夜はお母さんを捨てて本当は玲子のとこ行きたいんでしょ？母さんは玲ちゃんを誤解してるんだ。鑑別所にまで送られた娘を深夜の嫁にできますか？母さんが心を開いてくれれば玲ちゃんの素晴らしさが必ず分かるはずだ。玲子の話はもういいわ。頼むから玲ちゃんの本当の気持ちを分かってくれ。深夜、彩子さんとの結婚をもう一度考え直してみて。
母さん、彩子さんのことはもう言わないでください。僕にはレイちゃんしかいないんだ。最後のお願いよ、彩子さんと結婚してちょうだい。分かってくれ母さん、僕にはレイちゃんしかいない。深夜、お母さんとレイ子とどっちを取るの？どっちを取るって問題じゃないでしょう。返事をして。おしまいだわ。みんなバラバラになるんだわ。それもこれもみんなあの玲子が、玲子が野上家に災いを持ち込んできたんだわ。玲ちゃん頑張ってるんで安心したよ。ちょっと目を離した隙にいなくなったんだ。この樹海に入ったのかもしれない。樹海に？だったら。待ったまえ！この樹海は地元の人でも滅多に入らない危険な区域なんだ。それに今日は霧も深い。僕が地元の消防団の人に連絡するから、君たちはここで待っていてくれ。いいね？深夜さん、まだ遠くへは行けないと思うわ。私行ってみる。私も行くわ。Thank you.
か。ダイコ、お前はどうしてこんなところにいるんだ。プロゴルファーになろうと思ってさ、養成所に入って特訓してんだよ。プロゴルファーに。トール、私がゴルフでレイコに勝ったら私を認めてくれるかい。私を好きになってくれるかい。何かあったのか。深夜さんのお袋が樹海に入ったんだ。死ぬ気かもね。死ぬ気。玲子と彩子が深夜さんと一緒に。おばさま。勝負を挑んだわ。あの時の気迫はどうしたの。こんな脅しに負けたら丸本彩子のプライドが泣くわ。しっかりして。玲子さん、私は京子の脅しなんかに負けないわ。母さん、深夜さん、おばさま、レイコ、トール、レイコをどうするつもり。さえ、話せ。いえ、いや、行かせない。行けろ、やだ、行けろ。トール、おばさま、おばさま、しっかりして。おばさま、おばさま、さあ行きましょう。深夜さんが心配してます。私のことなんかほっといて。おばさま、悲しいこと言わないでください。おばさまにもしものことがあったら深夜さんが悲しみます。さあ。深夜は悲しまないわ。私を捨ててあなたを取ったのよ。おばさま、結婚でも何でもすればいいわ。そして二人して地獄へでも何でも落ちればいい。だから私はそんな深夜を見たくないのよ。お願い、ほっといて。
ほっといてよ。おばさま、ほっといて。母さん。深夜さん。母さん。冗談じゃないよ、おばさま。あなたこそ地獄にでも何にでも落ちればいいのよ。森の中で道に迷って野垂れ死にするといいんだわ。レイちゃん、なんてこと言うんだ。だってそうだろ、深夜さん。いつまでたっても子離れしなくてさ、子供を手元に置いとこうとする母親なんてろくなもんじゃないよ。おばさま、あんたは最低の母親だよ。何ですって。私が憎いならもっと激しく憎んだらいいじゃないの。それを何よ、深夜さんの気を引くために死ぬ真似をするなんて最低だよ。レイコ、許しませんよ。レイちゃん、よさないか。おばさま、はっきり断っておくわ。私はどんなことがあってもあんたみたいなエゴイストを母親になんか持ちたくないわ。レイちゃん、どういう意味だ。私は金輪際あんたのお嫁さんになんかならないって言ってるのさ。レイちゃん、こんなお姑さんがいたんじゃ私が不幸になるのは目に見えてるよ。おばさま、安心するといいわ。深夜さんなんてこっちから振ってやるから。深夜さん、許して。ああ言わなければあなたもお母様も不幸になるばかりだわ。私はあなたが好き。あなたに対する私の気持ちは一生変わらないわ。トール、トール兄ちゃん。静子おば様を安心させてあげて。私は一人で生きていけるわ。一人で。レイコは自分のために深夜が苦しむのをもう見ていることはできなかった。深夜との別れを決意することは胸を引き裂かれるよりも苦しかったが、愛する深夜のために静子に辛く当たってみせたことに後悔はなかった。玲子はたった一人で荒海に漕ぎ出す覚悟を固めていたのである。上島玲子は今ギャンブルにのめり込んでしまったトール兄さんの切ない気持ちを持っています。しかし悪魔の使いは私たち兄弟を破滅の道へと導こうとしているのです。トール兄さんの命と引き換えにゴルフマッチの挑戦を受けなければならない玲子、プロゴルファーへの道のりにまた新たな障害が立ちふさがろうとしています。次回プロゴルファー玲子